トイニー・グスタフソンは、スウェーデンの元クロスカントリースキー選手。1960年代に、国際大会で活躍した。トイニーは、フィンランド人で、フィンランドのスオムスサルミ出身だったが、第二次世界大戦のために難民となり、家族ともども、スウェーデンへ亡命した。フィンランド名は、トイニー・カーバナンであった。1960年のホルメンコーレンスキー大会1 0トルで、 優勝して注目され、1962年、ノルディックスキー世界選手権では5キロメートル7位、1 0キロメートル8位、リレーでは銀メダルを獲得した。初のオリンピックとなる1964年、インスブルックオリンピックで1 0キロメートル8位、5キロメートル6位、リレーで銀メダル獲得と活躍。 1966年、ノルディックスキー世界選手権でも5キロメートル6位、1 0トルとリレーでは銅メダルを獲得した。1967年のホルメンコーレンスキー大会1 0トルで2度目の優勝。この年スウェーデンの女子選手として史上初めてホルメンコーレンメダルを受賞した。1968年、自身2度目のオリンピックとなる。 グルノーブルオリンピックでは5キロメートル、1 0トルの個人2冠、リレーでも銀メダルを獲得した。1968年のホルメン・コーレンスキー、大会で2年連続3回目の優勝。この年スベンスカ・ダーグブラーレット金メダルを受賞した。1968年同じくオリンピック金メダリストのアーサー・レインルンドと結婚した。ありがとうございます。